グリッドは2区と4区のグループに分け、パワーチェックの数値を探りよバトル。このコンディションは4区が有利か。インプレッサロケットスタート。しかし NSX もトラクションを生かし前へ。その後ろに4区勢が続くのか。あっとセブンが抑えた。リプレイはスタートバッチリのインプレッサから。スタートは良かったけど、うー滑った。やっぱ4区は速いよね。よっしゃー取ったぜ。取ったけどこの後どうなるからね。コボちゃんはスタートは控えて抜いていく作戦か。ハッちゃんのエボ4がきっちり GTR をブロック。4区有利のこの状況で後輪駆動のこの2台がワンツー。しかしここからのインフィールドは4区勢が有利だ。この辺がダメだ。この辺が辛いな。原くん、危ないですね。おっとっと。意外に冷静な初出場山路選手。2部屋で仕掛ける車はあるのか。 GTR コボちゃんが言った。やっぱ今日は GTR 早いなと思った。ストレート加速勝負だ。最新モデル飛び巻きが追いついてきた。あ、インプレッサ早い。あ、飛び巻き燃焼の方が加速がいい。こっちは300馬力のはずなのに。オープニングラップは NSX。 最終コーナーをライブ走りで攻める富巻だが、スープラが逃げる。スープラ今最終コーナー結構良かったんじゃないですか。最終の立ち上がり速度を生かしてスープラがエボ4に並んでインに飛び込む。トップの土屋をセブンが追う。あんた新人のくせにそこまで来ちゃっていいわけあった。なんか向こうの方がちょっとアンダーきそうだな。余計 NSX がタイヤ細い。姿勢変化がしやすいんだよな。もうセブンって FR なんだけど本当にもう重心が真ん中だからな。同じ世代のインプレッサが後ろにいるぞ。インプレッサはパワーを生かして2部屋までに差を詰められるか。トップ2台との差が詰まらない33。その後ろには富巻だ。なんかノーマルよりボディ構成がしっかりしている気がするな。さあスープラ富巻と加速勝負。なんかスープラタイヤがヨレヨレなんじゃないかな。でも速いですよスープラ。ようやく差を詰めてきたか。33 GTR。 足のせいかですね。まあ33は結構この傾向あるかな。リアがちょっと流れ気味ですね。最後方ではインプレッサがエボ4に仕掛ける。原インプレッサ加速勝負。前へ出た。はっちゃん、状況はどうです？こっちの方がコーナリングは早いんだけど、ちょっとエンジン不調。GTR は結構乗りやすそうですね。トップは未だこの2台。しかし後ろからひたひたと富巻が追い上げてきたぞ。なんで立ってます？山路くんバイバーイ。スーパーシフト。富巻が来ましたね。
ストレートみんな速いね。さすがにブーストアップしてるだけあって追いつかないよ。リフレッシュ効果でサンサンはコーナーは速い。ああこの GTR 速いよ。おっと、ヤマジセブンが最終コーナーの速さを生かして NSX のインへ。まっすぐは NSX の方が速いですね。そんなことを言っている間にすでに富巻がすぐ後ろに迫ってきている。サンサン GTR を捉えたか。富巻はやはりコーナーは速い。インベタで仕掛ける。ライボライボ君、エボ6だよ。乗りにくそうだね、ネセックス。お、さすがネセックス、早いじゃん、ストレート来ちゃったよ、本当にこいつ。なんてことすんの、なんてことすんの、あんた。早いんでないかい。なんというライン取り、インアウトイン走法。ちょっとオイル吹いちゃってますのでやめときます。原因はタービンのオイルシール不良。おっと、一夜で早くも富巻がセブンを捉えたか。ヘアピンの立ち上がりは富巻が早い。ダンロップで前へ出た。コーナーは早いんだけど、ちっちゃいコーナーはライブ早いな。なんか NSX がえれえ垂れてきたんじゃないの。ちょっとさあコボちゃん、2部屋で仕掛けるか。あっと、おめぇコボちゃん落っこっちゃったよ。ブレーキが危ないよ、みんな早いんだもん。トップは富巻。なんとこの路面状況で2位から4位を後輪駆動のリフレッシュカーが独占。オーバー5万キロカーでもここまでやれば現役に負けない速さを取り戻せることが証明。